練習ラウンドしてるんですが、風が強すぎてやばいです。景色はこんな感じです。めっちゃ綺麗なゴルフです。財布をなくしてお金がないんで、家で作ってクロワッサン持ってきました。今乗り継ぎで3時間ぐらい乗って、あと2時間乗ったら着きます。今ナビ通りに来てホテル着いたって言われたんですけど、こんなマジで何もないところでホテル着いたって言われたんですけど、どうしたらいいんやろ。なんかよくわかんないですけど、こんな感じでめっちゃ田舎です。はい、3時間前ぐらいに着いて、ちょっと練習して今からアプローチ練習に行ってきます。すごい風吹いてるのでやばいです。こんな感じで今は6時ぐらいぐらいです。皆さんお疲れ様です。こっちガーデン市カンザスに3時ぐらいに着いて、そのままホテルにチェックインせずに練習行って3時間ぐらい練習してスーパーに寄ってホテルに帰ってきました。で、先週財布なくしてクレジットカードを私持ってなくて、でレンタカーの時にクレジットカードがいるっていうのを忘れとって、借りれるかなと思ったんですけど、なんか先払いやねんけど、もうオンラインで払ってたんですけど、なんかいつもこの保険のお金みたいなんで、クレジットカードを預けない、こう通さないとダメなんですけど、それがちょっとやばいなと思ってて、車借りられへんかもって思ってたんですけど、それは無事に借りれました。でまさかの私クレジットカード持ってないんで、まあ、キャッシュを持ってるんですけど、あとアップルペイで、もう最悪やったんが、スーパーに行って並んでて、私なんかそのアップルペイ使おうとしたんですよ。そしたらなんか使えんくて、でうわだると思って、でももうほんまに10ドルぐらいやったから、10ドルぐらいしか買ってなかったから、現金で払ったんですよね。そしたら横のお兄さんが花を買おうとしてて、そしたらお兄さんもアップルペイを使おうとして使えなくて、多分なんかアメリカ人やからかわからんけど、なんかそのキャッシュを持ってなくて、でキャッシュ貸してほしいって言われたんですよ。でなんかこうアメリカって結構お金を転送できるアプリがあるんですけど、なんかそれ私も使ってたんで、あじゃあそれで送ってくれたらあげるよみたいな感じやって、で送ってもらおうとした時にそのアプリを持ってないみたいな、でアップルキャッシュっていうのがあって、それでも送れるんですよ。でなんかそのあじゃあそれで送ってって言って送ってもらったらいいんやけど、私自身がアップルキャッシュ、アップルペイは使う、なんかウォレット、なんかアップルペイは使えるのにクレジットは使えるのにアップルキャッシュを使えなくて、私100ドル交換したんですよ。でその100ドルがその私のキャッシュ、アップルキャッシュのとこに来てんねんけど、それをこうなんか認証できなくて、なんてアップルキャッシュをセットアップしようとした時に、セットアップなんか後でまた試してください、なんかエラーみたいになって、で最悪なんかあと600ドルしか全財産ないのに100ドルをそこで、なんか100ドルはあんねんけど使えないんで、ないようなもんっていう状況に陥ったっていう話でした。で何を思ってたかわからんけど、先週の試合が土曜日までやったんですよ。で今週は普通に日曜日までやのに、全部飛行機とかホテルとかレンタカーとかも全部土曜日までしか取ってなくて、なんか勘違いしてて、多分1ヶ月前ぐらいに取ったんですけど、でもう何してんのって感じで、もう最悪って感じでしたって感じで、まあ、とりあえずレンタカー借りれてホテルはポイントで取ったからただやねんけど、ホテルも泊まれたんで、
とりあえず今週は、去年このコースはすっごい風が強くて、今週も強いんですけど、すごい苦戦したんでリベンジってことで、結構楽しみなんですけど、頑張っていきたいと思います。それではさよなら。はい、これがちょっとお昼ご飯です。お肉とベーグルで、朝今日18ホール回ってきて、今これを食べてちょっと休憩してからまた練習に行きたいと思います。はい、今日の夜ご飯です。昨日半分食べて、これを爪の半分の残りを今日食べます。このレンチンのご飯とこのツナ缶がもうめっちゃ便利で、だいたい遠征の時に持ってきてます。こんな感じです。はい、こんばんは。今は5月の20何日か分かんないんですけど、今週からフロリダトーナメントがあるんで車で移動してきたんですけど、朝の何時に出て、6時に出てフロリダまで、うちのオーランドまで13時間で、でめっちゃ渋滞してて15時間かかって、今夜の9時か10時ぐらいなんですけど、やっと着きました。で、これはもうめっちゃ自分めっちゃ言いたいことなんですけど、一回もガスだけ入れて一回も休憩しないで、なんかご飯食べたら眠たくなりそうと思って何も食べずに来て、クソ新記録を更新しました。で、ちょっと何も食べてないんで、なんかこの辺でご飯食べようと思ったら全部閉まっててって感じで、今日はなんか断食みたいな感じになりそうなんですけど、明日から練習ラウンドしてって感じで頑張っていきます。無事についてよかったです。それではさよなら。はい、皆さんお疲れ様です。今日は朝こっちに来て、練習ラウンドしようと思ったらすっごい午後から雷で、で結局ハーフしかできなくて、サスペンデッドとかになって、で今やっとる9時半ぐらいゴルフ場から帰ってきて、今からご飯食べます。お茶漬けをパパッと食べて、今日はすごいやることが多くて、やっぱ昨日すごい運転してたんで体がすごい固まってたんで、ジムに行きたいのと、あと食料品とか何もないんで、それを買いに行きたいと思います。それではさよなら。はい、おはようございます。今日は木曜日の、もう12時なんですけど、今から、ハーフ練習に、ハーフラウンドして、8時ぐらいまで明るいんで、明日午後スタートなんで、練習してきます。では行ってきます。はい、練習終わって7時半なんですけど、帰ってきてシャワー浴びて夜ご飯、で昼もこれ食べたんですけど、何だっけ、バーベキューチキンのなんかパンとヨーグルトとリンゴです。それでは明日は遅いんで、今日は結構ゆっくり夜はできるんで、リラックスして明日に備えたいと思います。それでは。サスペンデッドです。はい、お疲れ様です。今やっと中日が終わって、もう8時半なんですけど、私たちの組でギリギリ回れて18番ホールで、サスペンデッドの笛、なんていうの、その笛みたいなのが鳴って、もう T シャツしてたんで打っていいよってことで、ギリギリフィニッシュできました。よかったです。前半すごいオーバーでどうなるかなと思ったんですけど、後半3アンダーで巻き返せれてよかったと思います。では、すぐご飯食べて明日に備えたいと思います。お疲れ様です。今日の朝ごはんです。ゴルフ場です。
はい、皆さんお疲れ様です。昨日試合を終わってから、ジムに行って NASA とご飯食べて3時間ぐらい運転してジャクソンビルってとこまで来て、次の会場がノースカロライナなんで、今日はあと残り8時間ぐらい運転して、ホストファミリーの家に行くっていう感じです。ちなみに今日は月曜日です。でとりあえず、今日は多分全く体動かさないんで、ちょっとそれだとまずいんで、今からジムに行ってちょっとだけ運動してから、ノースカロライナに行きたいと思います。すっごい疲れてて全然疲れ取れてないんですけど、まあ、ちょっと今日寝れたんで、また明日から練習ラウンドするんですけど、また頑張ろうと思います。それでは、頑張って、何キロぐらい、800キロ、そんなないかな、600キロぐらいです。あ、もっとあるわ、800キロぐらいです。では行ってきます。今練習してたんですけど、すごい雨が降ってきました。なんか夕立みたいな感じかな。こんな感じです。今日は朝ハーフ回って、午後は練習してます。Thank you, ma'am. Tell me more.はい、今から、ミシガンのバトルクリークの試合に行ってきます。9時間ぐらいの運転です。皆さんお疲れ様です。今練習が終わったとこで、9時間ぐらい運転して、5時ぐらいにこっち着いて3時間半ぐらい練習しました。明日は練習ラウンド朝一からするんで、今日は、今からホストハウスの家に向かいます。それでは、はい、お疲れ様です。今9時40分ぐらいなんですけど、ホストファミリーの家に着いて、今週はちょっと今ベッドなんやけど、なんか地下の部屋を貸してもらって、1週間泊まる予定です。で、最近は、あんまり動画撮れてなかったんですけど、結構ホストファミリーの家に泊まって試合するっていうことが多かったですね。で、なんか結構ホテル代とかが浮くんですごい助かってて、前半戦の方は結構飛行機とか使ってたんですけど、西海岸の方だったんで、今はちょっと東海岸の方になってきてるんで、自分で車で移動したりとかして、やってます。でも結構ね、車の運転ももう十何時間とかやから、すっごいしんどくてって感じなんですけど、まあ、できるだけ疲労をためないようにって感じでやってます。で、ゴルフの方はすごい全米オープンの予選ぐらいから良くなってきて、フロリダの1試合目は予選も通過して、でいい感じかなと思ったんですけど、なんか最終日に打っちゃって、でダメで、次の試合はまさかの1日目が9時30分スタートの最終組だったんですよ。でもなんかそのエプソンツアーが私にメール送ってきたんが、その第2ラウンドのティータイムを1日目のティータイムのあれで送ってきて、PDF がそれ2日目のやつやって、それに気づかんくて、それが1日目やと思って、そうやった、2日目やった2時半やったんですよね、午前午後やから。で、普通に1日目2時半のティータイムやとずっと思ってて、寝てて、で9時15分にホストファミリーに起こされて、なんか電話かかってきてみたいな、なんかあと15分でスタートやでみたいに言われて、ですっごい、ゴルフ場から15分のところに泊まってたんですよ。だから30秒で用意して着替えてコンタクトして、もう行って1分前にティーグラウンドに着いてって感じで、すっごいバタバタで、まあコース的になんかすっごい嫌いなコースやったんで、それも不安やったしって感じで、全然うまくいかなかったんですけど、まあなんかそれはまあ私の準備不足っていうか、その確認ミスやったから、ほんまに気をつけなあかんな、こういうなんかケアレスミスがすごい私多いんで、そういうの気をつけないといけないなみたいな、思ってます。で、今週はバトルクリークっていうミシガンのコースなんやけど、去年は回って結構トリッキーで、去年予選落ちしたんやけど、まあ日本に近い感じのコースなんで、
結構嫌いじゃないんで、うまくいきたいなって。もう10試合目で結構半ばになってきてて、リランキングは一応通ったんですけど、これからそのファースト QT をパスしたいとかなったら、もうちょっと稼がないとちょっとパスできないんで、賞金ランキング125位まであと5試合ぐらいで入らないと、ファースト QT が受けないといけないんで、それだけは絶対に避けたいんで、とりあえずそれを今は最善目標にして、とりあえず予選通過できるように、とりあえず予選通過して、まあ、3日目予選通過してから考えますって感じです。明日練習ラウンドして、金曜日から試合っていう感じです。で、今日の選手予選落ちて2日間ぐらい家に帰ったんですよね。帰る予定なかったんですけどって感じで、結構リラックスできたんで、今週はいい感じでプレイできたらいいなと思います。それではおやすみなさい。はい、皆さんお疲れ様です。今日は日曜日なんですけど、予選落ちしちゃったんで今帰ってる途中で、このお店がなんかカナダの、多分もともとカナダのお店で、なんか多分ミシガンとかインディアナにたまにあるんですよね、このお店で。ドーナツ屋さんで、ダンキンドーナツと一緒みたいな感じで、ドーナツを私は見つかって、今から8時間ぐらい運転して帰りますってことで、さようなら。